はようございます、あるいはこんにちは、もしくはこんばんは。ウルオウリコメンド、ウルリコの大倉宝と申します。はい、宮崎と申します。はい、世界最高峰とも言われるパリオペラ座バレエ団の頂点、最高位のエトワールに日本人として初めて抜擢されたオニール・ハナさんのインタビューをお届けします。はい、というのもですね、今2024年2月8日から18日までパリオペラ座バレエ団の日本公演が東京上野の東京文化会館でありまして、オニール・ハナさんも来日されてるんですね。はい、でオニール・ハナさんは昨年の2023年3月にエトワールに就任されました。うん、でその後昨年夏に私は取材をさせていただいて、はい、そのコロナ禍の中でオニールさんがどういうふうに変化していったのかという話やご自身の強みなどを伺いました。はい、その時の貴重な音声を今回はお届けします。うん、オニールさんの経歴は後でお伝えします。はい、初めはエトワールに昇格するまでの道のりや昇格してみての思いをお聞きしています。はい、お話の中でプルミエダンスーズとおっしゃっているのは、うん、エトワールの一つ前の階級のことです。うん、それではお聞きください。プレミアムダンスーズにはすごく早く上がってて、とても若かったので22歳で、まあその勢いでまた最後までダダンっていくのかなっていう感じもあったんですけど、まあ他の私の周りの人たちも結構みんな任命されていて、私だけ置いてかれた感じで、でも別にそんな置いてかれた、まあ、その時は置いてかれたっていう感じはしましたけど、そのやっぱり長年7年ぐらいずっとプレミアムダンスーズだったんですけど、まあ、その7年間自分の力でできることは精一杯にすごい頑張ったので、そうですね、まあそれでようやくなんかそこまで行けたっていうかことでのほっとしたっていうんですかね。これからあとちょうど12年間、 あと12年間あるんですけど、12年間やってきて、あと12年間、でまただから12年間エトワールでいて、やりたいバレエ、やりたい役全部また12年もあるので頑張ってやります。次はエトワールに実際になられてみて変化があったのかどうかというお話です。変化はあんまり感じないっていうか、なんだろう、まあ、プレミアムダンスーズとしても結構キャスティング的にはよくキャスティングされてたので、実際に踊る作品は、まあ、変わったりとかしなかったんですけど、でも一番なんかやっぱり楽だなと思ったのは、今までは公演毎日いなきゃいけないんですよ、夜踊ってなくても。でもエトワールになってからは踊る日だけ行けばいいので、なんか時間がちょっと空いたって感じはしましたけど、まあそれ以来、それ以外にはなんだろう、任命されて、まあ、今30歳なんですけど、なんだろう、こういいタイミングでやっぱり大人になってエトワールになったからもっと頑張んなきゃとか、そういうプレッシャーもなく、まあいつも通りにできていけるというか、なんだろう、変なプレッシャーは自分にもかけてないし、こう 他からもあんまり感じないので、そういう意味では、まあ、自分らしく毎日頑張ってればいいかなと思ってます。で、まあ、前の苦労があったので、なんだろう、今になってこうなんかパニックになったりとか、あ、エトワールになってどうすればいいんだろうとか、そういう気持ちにはあんまりなく、まあ、逆になんか堂々と踊れる感じはしますかね。はい、続いてはオニールさんにとって理想のエトワールとはというお話です。今でも自分の踊りっていうか、自分のダンサーとしての自分は今でもまだ作り上げてるので、やっぱりとてもオリジナルな、モダンっていうか、今お客さんたち、今日の今のお客さんたちともちゃんとつながるような踊り、なるべく一番自分に、なんだろう、自分らしい踊りを毎回出したい、まあ、すごくそうですね、気にしてます。
次はどうしてエトワールになれたのかということをオニールさんなりの言葉で語ってらっしゃいます。なんだろう、私はどうしてなれた理由はよくわからないというか、まあ、よくわからないわけじゃないんですけど、なんだろう、やっぱりなんか自分のことをこうやって言ったら変、全然私がそうだからと言って思ってるわけじゃないんですけど、やっぱりエトワールにっていうのはプレミアムダンススーツとはあんまり実際にはそんな変わらないと思うんですけど、そのどうしてエトワールになれた、エトワールたちはみんなやっぱりそのほんの少ししたちょっとの違いでそれだけオーラがすごいっていう、それでエトワール、私のまあイメージではそういう感じなので、まあジョゼにはそう認められたかなと思えなくもないオニールさんの強みを聞いてみました。まあ、とにかく諦めない、それだけやっぱりダンスが好きで、それだけにやっぱり踊ってて幸せっていうのを忘れないことですかね。辛い時はどうしてもなんか踊りたくないものでも、でもやっぱり舞台に立ったらやっぱ楽しいなみたいな感じになれればまだ大丈夫。続いては、踊るときにどんなことを大切にしているのかという話です。やっぱり踊ってて本当に自分がこう踊ってる、なんか誰か違う人になりきって踊ってるんじゃなくて、やっぱり一番どうやって言えばいいんだろう、まあ、とにかくはっきり言って花が踊ってるみたいな、なんだろう、そういうオネストなところがとっても大事ですね。で、自分がこう満足して頭の中で、あ、こういうふうにやりたいって言ってそれができたら、多分皆様にもこう、なんだろう、そのつながりが強くなるというか、踊りが読みやすくなるというか、そうですかね、多分世界最高峰の舞台で最高位エトワールとして踊られるオニールさんに、舞台に向かう前に必ずこれをするという決まり事、ルーティーンがあるのかどうか聞いてみました。なんかやっぱりこうルーティンに入っていくのがちょっと怖いっていうかな、ね、それで一日なんかルーティンの中でに入ってるものをやらなかったら大変なことになるっていう、それがすごい心配なので、なるべく毎日結構違う風にやったり、そうですね、でもまあ一応メイクとヘアさんは毎回同じ人たちなので、それでその時間はやっぱりもう私も付き合いが10年ぐらいなので、もうただ座ってメイクやってもらって髪の毛やってもらって、その時はまあ結構ダウンな時間であって、あとはルーチンというより、まあ舞台に出る本当5分、まあ2分ぐらい前ですかね、の集中の時間っていうんですかはとっても大事なので、その2分間は毎回袖の中で一人ですごく集中するのはしてますね。まあ、そのバレエの中にグッと入って、こうなんだろう、他の人たちと話してなんとかなんとかっていうんじゃなくて、その舞台に出る前の私はこのキャラクターでこういう人なんだっていう、そういう集中感っていうんですか、はい。次はコロナ禍で公演ができない日が続きましたが、どのように過ごしていたのか聞きました。まあ、やっぱりその時間もフロロンスにすごく見てもらって、本当にもうゼロから全部やり直したので、本当に踊り方全部変えた、進化したというか、でそれもすごくやっぱり面白くてやっていけたかと思うんですけど、でもやっぱり最後の方はどれだけねスタジオの時間が好きでも、やっぱり舞台に時々は出てないと大変ですね。全然大げさじゃなく、本当に全部ゼロから立ち方でも、もう本当に全部、はい、
立ち方から始まって、なんだろう、こう踊りの考え方、感覚的にも全部なんかやり直したというか、まあ、足の使い方であっても手の使い方であっても、力の入れ方、どこに力、体の中にどこに力を入れる、こういう動きをやってるときはどこに力を入れる、全部、本当に全部です。ほとんどやってたことの反対でしたね。今はもう全然オートマチックになって、もうそれが私の踊りになったんですけど、と言って学んだことを全部忘れたというわけじゃないんですけど。続いて最後の質問になりますが、こうしてコロナ禍でゼロからいろんなことを見直したことがエトワール昇格につながったんでしょうかという話です。多分 それがあって前より上手に踊ってるというよりも、自分が踊りたい風に踊れるようになった。で、他の人たち、で、それで他の人たちにこう、ブレてなんか、あ、え、こうすればいいのか、あ、すればいいのかっていうのがもう本当になくなって、いや、私はこうやるっていう風になって、もう他の人たちが誰に何も言えないままやってきた。で、それで多分結構、それだけでもなんだろう、なんか大人になった感じするので、やっぱりそう迷いがない人にこう目が行くじゃないですか。好きでも好きじゃなくても、あ、なんかやりたいこと分かってんだみたいな。はい、パリオペラ座バレエ団のエトワールオニール花さんのインタビューを聞いていただきました。オニールさんのプロフィールを簡単に紹介しますと、お願いします。はい、ニュージーランド人のお父さんと日本人のお母さんの間に生まれて、東京でバレエを始めます。で、オーストラリアで学び、活躍をあちこちでされて、子供の頃からの憧れがやっぱりパリオペラ座だったらしく、そのオペラ座に2011年に入団をします。はい、で、その後こうトントン拍子に昇格をしていくんですけれども、うん、それで2016年にはその最高位の目前のエトワール目前の階級になってたんですけれども、はい、でそこからちょっと長い時間があったと本人おっしゃってたんですけれども、はい、それで昨年3月に晴れてエトワールに昇進されました。はい、大倉さん、ありがとうございました。ありがとうございました。今日もうるうるっとした一日をお過ごしください。